で、もし必要があればいいですか、ね、あ、取ってください。もう本当に全然構いません。もし必要なら、ちょっとそちらでページをどんどんとね、開けてあげて、まずはね、新聞検問608ページ。手本読って誰から受けるの？じゃあ、今からスタートって感じですかね。5時半。はい。で、何なで、だから、じゃあちょうど2時間じゃないですか。9時半とすれば。7時半、7時半で7時半で2時間で延長6時でしょ。ほんでお宅様の方のテーマで8時半、9時半、それでちょうど9時半の退室で8時半、9時半、うん、7時半までだから、これ7時半までで今5時半、うん、6時半7時半で2時間、うん、今度そちら様は8時半、9時半、はい、はい、じゃあとにかくサクサクいきます。もう膨大な文章があるので、新聞検問のちょっとね、その綺麗な文字だとすぐ分かんないけど、どんどん行くよ、はい、自分で探してください、申し訳ない、およそ方々とは暴物暴走なり三宝一体なるゆえなり、ちょっとどこから読んでるの？だからそこはもう自分自力で探してください。そのあんまりのそんな綺麗な文字だと方々とは、うん、まあ、じゃあこれの方が出しやすいですかね。もうすぐページ出てればバーンとその場所赤くなってるから、608ページ、うん、でおそらく当該方が矢印、まあ、赤い、あ、青くなってるからですよ。およそ方法とは一体どういうものかと、それは端的に言えば仏をそしる、それから相をそしることであると。なぜかならば三宝は一体なんだと。三宝ってのはご存知ですかね。三つの宝。三宝ってあれですね。ご本堂様と。あ、まあはい。それと。日蓮大師様と。日光師匠。あ、そこが違うんですよ。それは別した場合、確かに、まあ、間違ってるとは言い過ぎだけど、別した場合は。三宝にはね、その一体三宝と、それから別体三宝と、それから十字三宝っていう3種類のその法門の開き方があるんですね。これはもちろん日刊上人の学説ですよ。で、今あなたの言ったのは別体三宝の義をただ言っただけで、十字三宝の義は、すごい難しいこと言われても多分納得はできない。納得しなくていいです。とりあえず端的に言ってほしいですよ。あ、じゃあ分かった。ね、相棒はこれはどういう意味だ、これはどういう意味だって言っても、はい、最初に言ったように俺、五章読んだことないし、分かりました。分からないですね。はい、じゃあ、もっとじゃあ、分かりやすく聞きます。相棒っていうのは、要は、簡単に言えば、日光上人を、第一番として、それに連なる、未来永劫の五法上人芸家。並びに、総じて言えば、それにきっちり貫くところの全日蓮召集の五僧侶方。それが僧帽ですよ。で、それは三宝一体なんだよと。まあ、この三宝一体ってことになると、もう五法上人ってことですね。五内省に戒壇の大御本尊様を伝授された人。有十一人、ケジミヤク僧正によって伝授された方のみが三宝一体。仏法と双方、方法とそれから双方がまさに一体なんだっていうことなんですね。だから目の前の五法上人芸家が気に入らないとか、ご有名位牌だとかってどんな理由をつけても、その方を誹謗するってことはもう完全にそれは方法なんですよと。それはそのあれなんですね、五法上人が間違ったっていう事実もあるわけじゃないですか、うん、それはありえないんです、その内省一体においては。